こちら GH バス、靴底はこんな感じでレザーソール、ちょっと見てください。非常にね、この縫い糸ステッチが収まるように掘ってあるんですけど、 GH バスの縫い溝が非常に浅いんです。もう少し深く掘ってくれればいいのに。場所によってはね、糸がちょっと飛び出してるぐらいな感じ、地面に糸が当たって切れちゃう。ある程度履き込んだ状態で糸が切れちゃうのはしょうがないんですけど、この1歩目2歩目からさすがにね、糸が切れちゃうのはさすがに悲しい。新品で買った時にこの縫い糸を保護してあげるためにも、ここにね、靴修理屋さんに持ってってハーフラバー貼ってあげると、擦れてね、切れるのが保護できるので、滑り止めにもなるし、新品で買った時にはハーフラバーがおすすめです。